あ今回プロレス講座こちら反則は5カウントまで、それ以上やっちゃダメですよ皆さんね、負けになっちゃいますよ。ただ5カウントまではギリ OK ね、要するに凶器とかね、フォークとか噛みつきとかね、やられますよ。頑張って、あ痛い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 って言ったらレフリーがワンツースリーフォーってやる前に離せばセーフ。何そのルール、何そのルールと思うでしょ。ただそれがよりプロレスを面白くしてる一つでもあるってことですよね。いいですか皆さん、反則は5カウントまで。ね、反則したら普通はもうその時点でアウトですよ、他のスポーツは。プロレスだけですよ、5カウントまで許されるのは。ね、それが一つの魅力であります。ぜひとも皆さん、5秒じゃない、5秒じゃない。なぜならもうレフリーによってカウントの速さが全然違う。それもそれでまたね、魅力の一つでございます。とにかく反則は5秒ではなく5カウントまで。1